はいどうも、都市ボーイズのあやです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回おすすめするのはザ・ウィッチ。はいはい、ザ・ウィッチっていうとね、今聞くと多分韓流の方をね、うん、頭に思い浮かべた人もいると思うんですよ。ネットフリックスだったかな、うん、でやってるやつでしょ。ザ・ウィッチ、そうですね、うん、あのイデオンクラスのあの女の子が、イソちゃんが、ね、主役のねなんですけれども、僕が紹介したいのは2015年にですね公開したアメリカとカナダが作ったですね、うん、ザ・ウィッチの方なんですよ。普通のね魔女映画と違うんですよ。静かに話が進んでいくっていう、うん、ちょっと変わった映画なんでちょっと紹介したかったんですよ。はいはいはい。あらすじをね簡単に話すと、うん、はい、ある村にね家族が住んでいて、うん、その家族っていうのがキリスト教にのめり込んでて、その教会の結構偉い人と、うん、キリスト教の考えの違いみたいなので、うん、出ていけって言われるんですよ。俺はこうやと思うみたいな、うん、で教会の人は、いやこうが決まりだからみたいな、聖書ではこうだからつって、うん、それはお前らがちゃんと読み解けてないんですよみたいな、うん、まあ俺が正しいことを全部知ってるみたいな、うん、言うんです。なんもう出て行ってくれって言われて、うん、村から出ていくんですよ、うん、なんですけど、もうそのあたりっていうのがもう荒野なんですよ、荒れ地、うん、だから、うん、もう食えないものが、うん、どうしようって住むのも大変じゃん。そうなんです、うん、住むのも大変で、まあ、変なね古い小屋みたいなところに、うん、お父さん、うん、お母さんで、まあ主人公となる娘、うん、娘で弟、うん、双子の妹がいるんですよ。結構大家族、うん、子供は結構いますね、うんうん、乳児がいる、 5人子供がいるってこと。そう、でも持ってるものもクワとかも結構ボロっちいんですよ、うん、もうお金ないところから、まあほんま生活最初からスタートしなきゃいけないっていう、うん、その中で主役の女の子がね、うん、乳児をあやすんですよ、うん、最初始まってすぐですよ、うん、ニャニャイバーって言って、うん、ニャニャイバーニャニャイバーってやってたら、この何回目かのいないいないバーの時に子供がいなくなってるんですよ、赤ちゃんが。そうか。突然と消えると。消えるんですよ。うん、え、どこへ行ったのなんですよ、うんうん。何言ってんだよ、ね、もしかして狼じゃないかとかって言うんですけど、うん、家族みんなはこれ、魔女かもしれんな、なんですよ。うん、というのも、うん、その荒野っていうのは魔女伝説があったんですね。うん、ああ、そこの場所にね。だもしかしたら魔女の生贄になったんじゃないか。うんうん、こうやって言い出すんですよ。さらわれたと。そっから家族に不幸のことがどんどん起きるんですけど、うん、魔女のせいか、うん、人間のせいか、うん、わかんないんですよ。おー。もしかしたら普通に起きた家族を襲った不幸なのかもしれないですけど、それを全部魔女のせいに従うんですよ、家族たちは。うんうん、クリスチャンだから、うんうんうん、自分たちは頑張ってんのにこんな不幸なことが身に起きるわけない。こんなにね、信じて、信仰してるのに、うん。神の子なのに、うん。おかしいよ、これは、うん。なるんですよ。だから魔女のせいじゃないっていう。なるほど。都合の悪いことは、まあ、魔女のせいじゃないっていう。要は映画が進んでいくにつれて、どんどん分かっていくんですけど、魔女のせいか、実はちゃんと普通に起きたことなんか分かんないんですよ。へ、う、ぇ、ん、っていう魔女映画なんですよね、うん。謎解きしていかなきゃいけないんですよ。うんうんうん、自分の中で。うんうん、で結局最後には出るんですけど、完璧なそのストーリーの、もう、作り方が。ストーリーが面白い。面白いっすね。うん、まあ、簡単に、ほんま簡単に説明していきます。ここからちょっとネタバレします。ネタバレします。だってもう無理なので、ネタバレしますけれども、娘ね、アニャ・テイラーさんですよ。うん、スプリットとかの主役やってた女の子ですね。うんうんうん、多重人格者に連れ去られた女の子いたじゃないですか。うん、女子高生かなんかの、うん。あの子なんですけど、うん、アニャちゃんっていう子がいるんですけど、うん、あの子がいるんです。あの子はどんどん綺麗になっていくんですよ。うん、弟とかジロジロ見ていくんですね。おっぱい大きくなってるから、綺麗になったな、みたいな感じで見ていくんですよ、うんで。そういうのもお母さん気に食わないんですよ。うん、もしかしたら魔女お前ちゃんとか言い出すんですよ。家族の中で誰が魔女かっていうのを、魔女がいるぞと。だから、家族が来るって言ってるんだみたいな。うん、ちょっと待ってくれと、うん、アニャちゃんは。それ言ったら、双子の妹二人も、黒ヤギと会話したぞ、みたいな。うん、おぉ、新たな展開。そう、魔女を押し付け合うっていう。うん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 、誰が魔女かわかんない。で、疑心暗鬼になっていく感じなんだね、うん、そうなんですよ。その中でどんどん家族が減っていくんですよ。減ってくんだ、まだ、うん。例えばですけれども、赤ちゃんの次。うん、弟がいたんですけど、うん、月の門が来るんです、初めてその主人公にね、うんうん、はいはい、月の門来たから、もうこれどこにでも行けるんだから、これあのあれじゃない、働かしに行った方がいいんじゃないって言うんですよね。あ、もう大人だったから、うん、だからもう働かしに行かせましょうよ、うん、みたいな、こっち貧乏やし、してはね、それを弟が見てるんですよ、うん、で弟からしたら大好きだから、お姉ちゃんが、うん、ああそうなんだ、これダメだっつって、うん、一緒に出ようって言い出すんですよ。この家から行っちゃダメだと、家から出ようって、うん、家から出るんですよ、うん、で森の中に入っていくんですね、うん、じゃあはぐれちゃうウサギがいたから仕留めに行くっつって、うんうん、要はそのウサギを仕留められれば帰れるわけですからね。
ご飯が、飯があるから、これを連れて帰ればお姉ちゃんも大丈夫だってことで、うん、最近追うんですよ。はぐれちゃうんですね。うん、ではぐれて、主人公だけが帰ってくるんですよ、家に。うん、女の子が。うん、で、弟がおらんなったと。やっぱお前マジじゃないかみたいなこと言われるんですよ。ああ、そっかそっか。連れてっちゃった連れてっちゃったんだなって言うんですけど、すっぱたかの弟が帰ってくるんですよ。何それ。こんなのボロボロになって、ああ、つって、うん。結局その弟は亡くなるんですけど、その亡くなるシーンが僕、今までのホラーの中で一番怖いシーンなんです、実は。単純に驚かすとかってあるんですけど、うん、そういうシーンじゃなくて、人が亡くなるシーンの中で一番僕は、わ、怖っっていうか強烈に頭に残ってるんですよ。裸なんですよ、うん。で、みんな家族で、みんなでキリスト教の呪文みたいなのをずっと唱えるんですよ。うん、あーみたいな、こうか。あー言うて。でも、その中でも、魔女お前じゃないか、あれじゃないかって言い出してて、その子が急に、笑い出すんですよ。うん。あっはっはっはって始めて。そうそうそう。うん、ずっと痛い痛い言ってたのに急に、あっは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 って始めて、どうしたのどうしたのみたいな。うん、あっはっはっは、マイロードって言うんですよ。マイロード神様よ。神よみたいな。うん、マイロードって笑いながら、キャッキャッキャッキャーって言いながら死ぬっていう。笑い死にするんですよ。あ、笑い死になんだ。うん、で笑顔なんて死ぬんですよ。うんうんうん、それが魔女に飛びつかれて亡くなってんのか、うん、神様が助けてくれてるのか分かんないっていう、それも。あれかと思った。だから、爆発するみたいな、そういう系なのかなと思ったら。だから、この映画は、大きな音とか流れないです、ずっと。うん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 、静かに流れていって、そういうな奇妙なことが起きていくって話なんですよ。でもお母さんがおかしくなっちゃって、うん、家の中でぼーっとしてたら、亡くなったはずの、このまま幼い子と、弟が来るんですよ、うん。お母さん、お母さんって言って。で、子供が、ちぶさをね、吸うてくんですよ。うん、ミルク飲みたい、言うて、うん、てきて、ああ、かわいいかわいい、戻ってきてくれたのね、はーはーはーって言ってたら、その幻覚で、ほんまはカラスが乳首ついばんでるんですよ。で、ちぶさ血だらけになってくるんですよ。ほう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 。何かに幻覚を見させられたのか、それとも、もう子供がどんどん亡くなっていくからおかしくなったのか分かんないです、精神的にね、その、他の子供っていうのは、納屋に閉じ込められるんですよ。うん、出られなくしたから、そこに、魔女が現れて、その幻覚わかんないですよ、うん。魔女が現れて、白焼きのチブサをするんですよ。チュ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 って言ってて。うん、で、何やこれって、スパダカのおばあちゃんなんですよ。うんうん、おばあちゃんが白焼きのチブサ吸ってて、チュ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 って。気持ち悪いね。振り返ったらすごい顔なんですよ。うん、うわーってなって、うん。主人公だけがその何やから出られるんですよ、小屋から。うんうん、お父さんお父さんって言って、表見てみたらお父さんが次は黒焼きと戦ってるんですよ。どういう状況だ、黒ヤギが襲いかかったお父さんに。黒ヤギが、うん、もう凶暴になって。凶暴になってお父さん戦ってるんですよ。なんだそれ。で、お父さんのもうお腹にぐーっとの角刺して、お殺しちゃうんですよ。相当やばいじゃん。うん、で、お母さんがそれ見て、血だらけなんですけど、ちぐさ。うんうん、はい、パンタがマジだったんだ。襲いかかるんですよ。うんうん、で、それをもう襲いかかって自分死にたくないからお母さんに殺さないでーって言って、うわー跳ね返したらお母さん死んじゃうみたいな。うん、で、結局、その主人公一人だけ残っちゃうんですよ。うん、でそこまで魔女がやったんか。うん、そうだね。そう、それとも、なんかわかんないね。そう、幻覚かどうかわかんないんですよ。どっちかわかんないみたいな。でもこの場には魔女がいるって伝説があると。うん、でもわかんない、これ何なのなるんですけど、うん、もう狂っちゃって、うん、主人公も、ね、アニャちゃんも狂っちゃって、うん、明かりつけた家の中で、机の上に転がるんですよ、こうやってね。うん、はぁ、じゃあ黒柳がスーッと来るんですよ。うん、そういや、あの双子を黒柳と話せるって言ってたな、みたいな。うんうんうん、もう、どうにでもなれと思って、ほんまにもうおかしなって頭ね。うん、あんた喋れるんでしょ、喋ってみなさいよ、みたいな。どうせ喋らんわと思ったら、黒柳が喋り出すんですよ。うん、おい、力が欲しいんだ、何が知りたいみたいなこと出てくるんですよ。うんうん、えほんまに魔女になりたかったら、魔女の本にサインしろ。もう契約だ、うん。契約するんですよ。うん、えって言って、サインするんですよ。こんなヤギがついてこいって言うんですよ。うん、ついていったら、ほんまにもうちょっと歩いた小高い丘みたいなところで、うん、自分の先輩の魔女が真ん中に引いたいて、儀式みたいなの行ってんですよ、こうやって。いわゆる魔女っぽい儀式や。そうそうそう。うん、で、宙に浮いていくんですよ。おぉ、すごいね。アニャちゃんも、めちゃくちゃだ。新入りだから魔女だからつって、来、うんうん、い来いって言われて、アニャちゃんも、ふわーっとおかしなって、宙、うん、に浮いていくっていう、うんオチです。すげえ、何それ。もうほんま、じゃそら。言葉で説明しづらいんですよ。お
ちょっとだからビジュアル、まあ、今聞いてるだけで想像できる部分と、うん、なんかよくわかんないっていうのが結構あるわ。僕見ててなんやこれって、うん、でも一番僕が好きな魔女映画どういう風に、うん、表現するのはなんですよこれが、いろいろありますけど魔女映画いやこれが一番だなと思って、例えばですけどああいうので言うとビレッジでしたっけ、なんか村の中で何か起きてみたいな、うん、ここから出てしまうと化け物に襲われるみたいな、はいはい、ああいうのでもじゃないし、あと赤ずきんだったじゃないですかちょっと前に、あああったね、うん、赤ずきんっていうね、まあ、これもむちゃむちゃ美人の話なんですけど、うん、そういうのでもないし、なんか本当に静かに話が進んでいくんですよ、うん、化け物なんて現れないし、うんうん、現れても魔女がちょこんと現れたり、うんうん、これが一番リアルな魔女映画だなと思って、であの弟の笑いながら亡くなるシーンとか、うん、お母さんがそれもなんか笑いながらあやしてると思ったらカラスに乳首つまれてるとか、うん、すごい作り結構仕掛けというかね、うん、そういうビジュアル的な仕掛けも結構凝ってるし、そうですね、何よりまあ脚本がその、はい、うまく引っ張ってくる、はい、そうですね、力があると。エガース監督って言うんですけど、うん、このエガース監督はウィキペディア調べても、うん、これしか出てこないんですよ。こんなすごい映画作ってるのに、いや多分なんか作ってるんでしょうけど、まず最近出た人とかじゃないの？2015年ですね。ものすごい面白いですこれは。へで知らんうちにこのアニャちゃんのことすごい好きになってる。自分も魔女に狂わされた感情移入できるかなって思ってた。一人になっちゃうんですよ見てて。へ男性でも女性でも関係なくものすごく好きになってる、うん、見終わる時にはかなり美人ですから。うん、でねなんかいわゆるお色気シーンみたいなのがちょっとだけあるちょっとだけ。なんとなく、うん、イメージできたけど。弟が見ちゃうんです、それをね。スーッと、川岸でなんか洗い物してる時に見ちゃうんですよ。うん、で、ちょっと性に目覚めるじゃないけどね。そうそうありそうよね。俺も見ちゃったもんね。同じ。ほんまに。覗き見した感じでした。なんかほんますごい綺麗なのよ。へ、え、ぇ、ーうん、魔女的、でもほんとそうよね。魔女的な美しさがちょっとあると、うん、それだけで説得力出るもんね。うん、そうそう。で、ちょっとお父さんも、肩入れするから、うん、お母さんはやっぱり、うちの旦那を、ね、気に入らない。うん。たぶらかしもしかしたらたぶらかす魔女なんじゃないかとかっていうのがあって、うん、面白い。いろんな考察ができる話です、ね。へぇ、はい、面白いじゃん。見てないけど。そうなんですよ。で、なんか見方として、2は、うん、実は、魔女に取り憑かれてるところは最後じゃなくって、うん、どっかのシーンなんじゃないかっていうんですよ。ああ、なるほど、うん。うん。どこで取り憑かれたかっていうのを考察するのも面白いよねっていうふうに2は考察してますね。なるほど。映画2はね。確かにそんな感じするよね。うん、どっかから、そうそう。あの、妄想で、どっかからが本当だったっていうところだよね。なんですよ。もしかしたら最初かもしんないし、うん、もしかしたら途中の、このシーンかなんていう人もいたりしてて、ネットで調べても考察は出てくるので、うん結構楽しめますね。2回、3回で見られる。まあ、ちょっとね、何回か見てっていう感じかな。感じの、まあ、ザ・ウィッチという映画でした。はい、ということで、我々、サブチャンネルもやっております。トシミネティチャンネルというやつ、ラジオ形式でやっておりますので、ぜひそちらもお願いします。お願いします。僕ら1億人目指しております。僕らが、まあ、1億人突破しましたら、うん、まあ、ザ・ウィッチはもう超えられないです。そうなんだ。ザ・ウィッチはもう超えられない。そんな完成度高いんだよ。超えられないです。うん、だから僕らも、この魔女とかじゃなくてね、うん、日本にある、ほんまシンプルなものに、今こそ、僕らがお金かけて作ったりとかしたら面白いかなと思うんですよ。昔からあるような。例えば、桃太郎とか、誰でもわかるような話あるじゃないですか。うんうん、あれの神話みたいなの作るっていう。今から、今から今こそ今こそやるべき、うん、そうそうそうじゃないかなと思っちゃいますね。桃太郎金太郎なんでもいいですよ。魔女なるとか言うのかなと思ってた。いやいや魔女にはならないです。違ったんだ、ね、魔女にならないですけど、まあこういうのがねいいんじゃないかなと思いますね。だって今古いやつやってるでしょ。古い例えば犬鳴きとか。ああそうですか。そうそうそういう意味ではブームかもね。もっと古い話をもっと古いもっと古い話を使って映画化なんかしたら実は流行るんじゃないかなって思っちゃいますよね。ちなみにザ・ウィッチは流行ってないですけどね。うんね、うん、当たってる感じはしないけどね。全然当たってないです、うん、これをアニャちゃんだけが売れてます。まあまあでもアニャテイラーをでもそれが評価されてかもしれない、うん、見出した映画です。ああれはじゃあちょっと損してますね、うんまあ、そうですね、うんまあ、そんなことを考えております。はい、そうです。でした。した。